貧乏人の息子とは格が違う。今すぐ帰れ。俺は同窓会で馬鹿にされた。いくら何でも許せない。俺はこの同級生を懲らしめてやろうと決めた。俺は佐藤、65歳だ。仕事は加工業でバネ工場を経営している。うちの工場は祖父が始め、俺で三代目だ。工場は祖父が建てたもので、かなりのオンボロだが、経営は順調だ。次期社長として、長男が俺と一緒に工場で働いている。ある日、妻が、同窓会のお知らせが来ているわよ、と俺にハガキを渡してくれた。どうやら、今度中学校の同窓会があるらしい。65歳の定年記念だそうだ。仕事も忙しいし、断るつもりだったが、妻から、行ってきたら、と勧められ、出席することにした。同窓会当日。いや、久しぶり。佐藤、この前はありがとうね。俺が会場に着くと、同級生から声をかけられた。そんな大した修理じゃなかったぞ。俺が笑って答えると、その同級生は、ああ、いやいや、すぐに来てもらえるって本当にありがたいからな。持つべきものは、機械の修理ができる友達だよ。と冗談で返してきた。俺の住んでいるところはいわゆる下町で、うちと同じような加工業の工場や、古い店が多い。使っている機械も年代物だ。俺は機械の修理ができるから、たまに同級生から急な修理を頼まれる。同窓会は立食パーティーの形式で、あちこちで数人ずつ集まって話に花を咲かせている。俺が辺りを見回していると、唯一会いたくなかった男と目が合う。急いで目をそらしたが、遅かった。男は俺に気づいてこちらに向かってくる。男の名前は鈴木。天よりも高いプライドを持つ男だ。俺はバネ工場の三代目で、鈴木は和菓子屋の三代目だ。中学一年の時の担任が何の気なしに、三代目同士仲良くなっと言ったところ、鈴木は猛反発。俺と佐藤を一緒にしないでください。俺は老舗の和菓子屋の御曹司で、佐藤はオンボロバネ工場の貧乏人の息子です。同じ三代目でも格が違うんです。よくもまあ教師に向かってそんなことを堂々と言えるもんだと、俺も周りも呆れた。当然鈴木は担任からめちゃくちゃ怒られた。確かに鈴木の家は地元ではちょっと名前の知れた和菓子屋だが、鈴木があまりに自慢するので周りからは煙たがられている。そのスーツ、今日のために借金して買ったのか？俺を上から下までじろじろ見ると鈴木は鼻で笑う。相変わらず感じの悪いやつだ。借金はしていないが、新調したばかりだ。相手にしてもしょうがないから、俺は受け流す。それとなく背を向け歩み去ろうとしたのに、鈴木は俺の前に回り込んだ。おいおい、逃げるのか？鈴木は、俺を見下したように言ってくる。周りが俺たちの会話に気づき注目が集まった。さっき俺に話しかけてきた同級生が俺たちに近づき、佐藤も鈴木も落ち着けって、と仲裁に入った。同級生の鈴木の持っている紙袋に目をやり、あ、なんだそれ。と話題を変える。鈴木は紙袋を持ち上げた。これはうちの名物の和菓子だ。ほらみんな。壊れやすいから全国販売できない貴重な品だ。心して食べろよ。鈴木はそう言うと、中から和菓子を出して配り始める。もちろん俺以外にだ。同級生の一人が、これって高いんでしょ？話は聞いたことあるけど、食べたことはなかったのよね。いつも売り切れだし。と鈴木に話しかける。鈴木は、今この機械の調子が悪くて、たくさん訳あり品が出るんだ。これだと売り物にならない。という。この和菓子は
鈴木の店の看板商品だ。落雁に似た砂糖菓子で、とても壊れやすい。同級生たちはまじまじと和菓子を見つめ、ああ、ほんとだ。ここひび割れているね。ああ、こっちも欠けてる。と、どこが訳ありなのかを探し出す。そういうわけだから遠慮なく食べてくれ。美味しかったら今度買ってくれよ。おい、なんで砂糖には渡さないんだ？同級生が俺の代わりに鈴木に聞いてくれたが、鈴木は涼しい顔で、佐藤は貧乏だから、どうせ客にならないだろ。無駄なことはしない主義なんだ。と答えた。周りは一瞬静まり返る。失礼だぞ。ああ、いいんだ。俺もそう言われてまで欲しくない。怒った同級生を俺はやんわり止める。鈴木、お前最低だぞ。行こうぜ、佐藤。俺は同級生と一緒にその場を離れる。しばらく俺は他の同級生たちと歓談していたが、また鈴木がやってきた。ちょうど後継ぎの話をしていたところだった。俺たちは同じような家族経営の2代目、3代目が多いから、お互い気になる話題といえば、子供が家業を継いでくれるかどうかだ。今、後継ぎの話をしていただろう。それで佐藤、お前の息子は今何をしてるんだ？俺の息子は一緒に工場で働いているけど。あんなおんぼろ工場で、はあ、そりゃお先真っ暗だな。うちの経営は順調だ。俺は、むっと来て言い返す。同級生たちも、家業を継いでくれるなんて親孝行じゃないか。と、俺をかばって鈴木に反論してくれる。鈴木はどこ吹く風で聞き流すと、聞いて驚け。うちの息子は有名な大企業の社長だぞ。すごいだろ。と言い、企業の名前を挙げた。俺もよく知っている成果の機械メーカーで、徹底した実力主義の会社だ。俺は鈴木の魂胆が分かった。それを自慢したいだけか？鈴木は息子の就職先で俺に勝ちたくて自慢してきたのだ。確かに有名な企業だし、鈴木の息子は優秀だ。中学校の頃は家業の自慢、今は息子の自慢か。お前自身は自慢できることがないんだな。俺は、はっと笑ってやる。大人げないかもしれないが、自分のことを言われるより、息子を引き合いに出されるのは無性に腹が立った。あんだと、貧乏人のくせに。鈴木は声を荒げる。でも、じゃあ、鈴木の息子、和菓子屋を継がなかったってことか？一人息子だろ？同級生の誰かが冷静に突っ込むと、あ、まだ俺が現役だからな。俺が退く頃にあいつも企業を退職して継いでくれるはずだ。それより和菓子の味はうまかっただろう。鈴木は慌てて話題転換をしていた。痛いところを突かれたのだろう。同窓会中、鈴木は断るごとに俺に絡んできたが、その度に俺や同級生から言い返されたり、非難されたりする。鈴木はすっかり機嫌を悪くして、同窓会の終盤の頃にはベロベロに酔っ払っていた。俺は呆れて、飲みすぎだ、迎えは呼んだか？と言ってやる。息子は呼んだ。鈴木は一旦言葉を切り、声を張り上げた。うちの息子がこれから来るぞ！大企業の社長だ！超エリートなんだ！サインが欲しい奴は並べよ！仕事が欲しい奴は名刺渡しとけ！酔っ払った鈴木がわめくのを周りもかなりしらけた様子で見ている。サインってスターじゃあるまいし。俺がぼそっとつぶやいたのを鈴木は聞き逃さなかった。ああ、なんだと、うちの息子がすごくないっていうのか。鈴木は俺に怒鳴ってきた。
目が座っているし、唾がかかりそうで、俺は一歩下がる。そんなことは言ってない。酔っ払いすぎだし、もう帰れよ。うるせえ！お前は昔からムカつくんだよ。うちの息子は貧乏人のお前の息子とは格が違う。お前こそ今すぐ帰れ。そう言って鈴木が俺を嘲笑ってきた。いい加減にしろよ。いくら何でも許せない。堪忍袋の尾が切れた。俺は鈴木を懲らしめてやろうと決め、言い返そうとした時だ、会場のスタッフと一緒に一人の男が現れた。父さん、何をしてるんだ。男は鈴木のそばに駆け寄る。ああ、タカヤ、止めるな。この貧乏人が生意気なことを言うから、叱りつけてやったんだ。男の名前は鈴木タカヤ。そう、鈴木の息子だ。父さん、何も知らないのか。佐藤社長が貧乏人のわけがないだろ。タカヤは困惑した顔で鈴木のことをいさめる。あ、なんでお前が佐藤を知っているんだ。鈴木が驚いた顔をした。タカヤ君、鈴木は何も知らないよ。俺のことはオンボロバネ工場の貧乏人だと思っているし、もちろん例の機械の修理のことも知らないだろうね。俺は肩をすくめる。実は俺と鈴木の息子は知り合いなのだ。タカヤは鈴木に、佐藤社長はうちの大事な取引先で、うちの会社では直せない機械の修理をしてもらっているんだ、と丁寧に説明する。タカヤの言葉に同級生たちが興味津々で集まってきた。佐藤、お前大企業とも取引があるのかよ。お前のところもなんかすごいの作っているのか。口々に質問してくるから俺は、うちは昔ながらのバネだけだよ、と答える。以前テレビドラマや映画で倒産寸前の下町の町工場が持ち前の精密技術を生かして大逆転を遂げる物語があったからだろう。こういう質問が増えた。鈴木がそれ見たことかとばかり、ほらな、ああいうのは本当にごく一部だけだ。結局佐藤のところは万年赤字のオンボロ工場ってことさ、と悪口を言う。言い過ぎだぞ。飲み過ぎよ。少し外に出て頭を冷やしたら。すぐに周りから反論され、鈴木は怒り出した。うるさい！オンボロ構造だぞ！貧乏に決まっているだろうが！父さん、失礼だよ！佐藤社長の工場は業界じゃ有名だよ！俺なんかより、はるかに稼いでいるよ！昔ながらのバネが作れるってことがすごいんだから！タカヤからもたしなめられ、鈴木は苦い顔をして黙った。代わりに別の同級生が、昔ながらのバネだと儲からないんじゃないの？と聞いてくる。俺はタカヤと顔を見合わせる。一般の人から見ればきっとそういう認識なのだろう。だがちょっと事情が違うのだ。和菓子屋とか町工場ってさ、特殊な古い機械を使っているだろ。一台しか残ってないようなさ。うちの工場は全国からそういう機械の修理を請け負っているんだよ。でもお前のところはバネ工場だろ。機械の修理なんてできるのか。鈴木の疑問に高谷が答える。言っておくけど、古い製造機械を修理させたら佐藤社長の右に出る者はいないんだ。それと、製造機械で壊れやすいのはバネの部分なんだよ。もともと消耗品だからね。例えば、和菓子に欠かせないあんこを作る製あん機。焦げつかないように攪拌をするが、その動作にバネが使われている。バネを交換するだけで修理できる機械もあるのだ。
うちの工場ではそういった古い昔ながらの機械に合わせたバネを作る。でも高屋の会社は和菓子の製造機械だって作っているじゃないか。古い機械が壊れたら最新式の機械を売りつければ済む話だろ。鈴木は言い募った。俺はため息をつく。ああ、特殊な用途の一台だけの機械を製作するコスト、鈴木は払えるのか。自慢の和菓子の製造機械、世界でたった一台しかないからわざわざ修理を頼むんだろ。専用機械の製造なんてとんでもない金額と期間を覚悟しなければならない。だから古い機械を修理してできるだけ長く使うのだが、修理は結構大変だ。古い機械の設計図が一緒に残っていることはほぼないし、そもそも作ってくれた工場が残っていないことも多い。それでも俺が手間暇かけて修理をするのは、古い製造機械は名もない町工場の技術者が知恵を絞って作った大切な宝物だからだ。ロマンがあるし、その機械でしかできない製品がある。俺の言葉に鈴木はぐっと言葉を飲み込んだ。高屋が鈴木に、例の和菓子の機械、無理を言って佐藤さんに直してもらう予定だったんだ、と告げる。俺は高屋から和菓子の機械の修理を頼まれていた。鈴木はぎょっとなって、なんだって？あの機械を直してくれるのって、高屋のところじゃなかったのか？と叫んだ。違うよ。うちの会社は最新式の製造機械を売るし、修理も請け負うけど、古すぎる機械は専門外なんだ。佐藤社長は父さんに内緒にすることを条件に、仕事を引き受けてくれたんだよ。高屋とは仕事上の付き合いがあるし、ビジネスだと思えば、俺は鈴木の和菓子屋の機械だって直す。ただ鈴木にバレたら、いろいろ面倒だと思ってそんな条件を出したのだ。鈴木は絶句し、わなわなと震え出した。高屋は続ける。日頃の付き合いがあるから特別に早めの修理をしてもらえる手はずになっていたんだけど、父さんがこういう態度なら恥ずかしくてもう無理だよ。ああ、そんな、知らなかったんだ。あの機械を来週までに直さないと困るんだ。鈴木は俺にすがりついてきた。高屋も父親の様子を見て困った顔をしている。高屋は俺に、佐藤社長、正規の順番でいいので、どうか修理をお願いできませんか？と頼んでくる。すると、一部始終を見ていた同級生たちから、ちょっと虫が良すぎない？さっきまで散々罵倒しておいて、その態度はないぞ、とヤジが飛んだ。あの機械が直らないと本当に困るんだ。大手のデパートが開催する全国下町老舗和菓子屋店というイベントがあって、そのイベントに出店するために今週中に直してほしかったそうだ。他ならぬ高屋の頼みだったから、自分の休みを削って修理をするつもりだったが、もうそんな気はさらさらない。正規の順番だと半年以上は待ってもらわないと無理ですね。鈴木はみるみる真っ青になって、その場で土下座した。そんな、半年なんて待てない。あの和菓子はうちの看板商品で、あれが作れないとなると売り上げがガタ落ちなんだ。頼む。いくらでも払う。どうか直してくれ。高屋も一緒になって深々と頭を下げる。鈴木はどうでもいいが、高屋を困らせたくはない。わかった。ただし、来週だ。仕事始めになったら修理に取り掛かるからな。俺は結局、修理を請け負うことにした。
同級生たちからは、佐藤甘すぎるぞと怒られたが、こうして波乱の同窓会が終わり、俺は家に帰った。翌日、早朝に俺の自宅の玄関のチャイムが何度も鳴らされた。寝ぼけ眼で出てみると、なんと鈴木だ。頼む、今すぐ来てくれ。憔悴しきった様子に、俺は分かったと答え、鈴木と一緒に和菓子屋へ向かう。車の中で話を聞くと、鈴木は昨日の夜帰宅した後、周りの制止を振り切り、自分で修理をしようとしたらしい。もちろんただ分解して壊して終わった。和菓子屋に着くと困り果てた顔の高谷と、鈴木の家族らしき人たちが、製造機械の残骸を見ている。ああ、これは、ちょっともう修理は難しいな。少なくとも設計からやり直しだ。俺は一目見て、金属部分が大きく割れていると気づいた。金属疲労を起こしているから寿命だったのだろう。他にも無理に分解したせいで、いくつかの金属部分は歪んでいる。俺の言葉に、鈴木はヘナヘナと座り込み、高谷たちもため息をついた。当然イベントには間に合わない。鈴木は燃え尽きた灰のようになっていたが、高谷はいち早く立ち直った。俺に向き直ると、佐藤社長、この度は大変ご迷惑をおかけしました。後ほど今回の出張料や相談料はしっかりお支払いしますので。と言って頭を下げる。一緒に他の家族や従業員も俺に頭を下げた。その後、俺は高谷を通して一連の費用が支払われた。例の機会はうちでは引き受けないことにしてこの件は終わったが、現場への出張やそれまでのやり取りはしているからだ。イベントはメインの和菓子が出せないため出店見合わせた。すでに広告も出した後だったため、直前キャンセルで違約金を払わなければいけなかったらしい。まあ自業自得だろ。下町の工場が最先端の技術で華々しく世界で活躍をしている一方で、古いけど現役の機械を延命するために昔ながらのバネを作り修理をする、うちのような工場もある。工場の見た目はおんぼろだが、うちの工場には本物の技術と経験が詰まっているのだ。家族や従業員を養えるだけの収入もあって、仕事にもやりがいがある。俺はこれからも唯一無二のバネを作って、見えない部分から社会を支えていきたい。中卒？取引先の部長は俺の顔を見て笑い出した。今時中卒なんているのかよ。うわ、やだやだ。中卒と一緒に仕事なんてバカが映る。俺に向かってシッシッと手で払う。俺はなんとか怒りを抑えたものの、こいついつか見返してやると強く心に決めたのだ。俺の名前はフミヤ、30歳の会社員で営業職をしている。俺の勤める会社は地元の小さな会社だが、今業績を伸ばしているなかなか注目度の高い会社だ。地元密着型で地元の名産品を使った食品の販売や、地元企業とコラボした企画を立ち上げている。今でこそ俺は仕事にもつけて人並みの生活を送れているが、俺の生い立ちはあまりいいものではない。俺はずっと母と弟と三人で暮らしてきた。父がいた記憶はあるのだが、酒を飲んでいるか暴れているか、そんなことしか思い出せない。母から聞いた話だと、父は俺が幼少期に事業に失敗し、次第に酒に溺れるようになった。働きもせず酒を飲むか暴力を振るう。俺よりも三つ下の弟は父の記憶は全くないらしい。母は仕事をしながら必死に俺たちを守ってくれた。子供心にどうして母はこの家を出ないのかと不思議だったが、大人になってから母は昔の父に戻って欲しかったのだろうと思うようになった。しかし、そんな母の思いとは裏腹に、ある日突然父がいなくなる。
俺は単純に父がいないと家で自由に過ごせる、父がいなくてラッキーと思っていたが、父は浮気相手のところに行ったそうだ。父がいなくなってやっと普通の生活ができるのに、どうして出て行くのかと不思議がる俺たちを連れて、母は縁もゆかりもない土地に引っ越した。母の両親はとっくに亡くなっていたし、親しい親戚もなく頼れるところがなかったのだ。母はそんな土地で必死に働いて俺たちを育ててくれた。俺は早く母を助けたいと中学を卒業して働くことを決める。もちろん母には反対されたが、俺は早く働きたくて高校受験をサボった。母や先生に激怒されたが、俺はそのまま中学を卒業する。弟が中学に上がるタイミングだったから、制服や教材にもお金がかかる。それに弟には高校に行かせてあげたくて、俺が働いて生活費と学費を稼ごうと思っていたのだ。就職はできなかったが、アルバイトを掛け持ちして朝から晩まで働く。母に高校を受験しなかったことをきちんと謝れていなかったけど、俺は初めてのアルバイト代で母にケーキを買っていった。そして母に土下座して謝った。母とはすれ違いの生活が続いていたが、その日久しぶりにまともに話した母はボロボロと涙をこぼし、ごめんねと謝る。美味しそうにケーキを頬張る母を見て俺は、この選択は間違っていなかったと思ったのだ。しかも弟がそっと俺に、母さん、兄ちゃんがどこで働いてるのか、何時に帰ってきたのか、ご飯はちゃんと食べてるのかっていつも心配してるんだよと教えてくれた。俺はそれからありとあらゆる職種を経験した。そして二十歳の時に今の会社の社長に出会ったのだ。俺が居酒屋で働いていた時に客として来た社長に声をかけられ、俺の元気の良さを買ってくれた。興味があったら連絡をしてほしいと渡された名刺には、聞いたこともない会社の名前が書いてある。でも俺は正社員になりたくて思い切って連絡をした。面接のために会社を訪れると、数人の従業員がいて、こんな小さい会社大丈夫かと思ったけど、俺を雇ってくれるならどこでもいいと投げやりになる。どうして中卒なのかと社長に聞かれ、ああ、この会社もやっぱりダメかと思った瞬間、君面白い経歴だね。こんな歳でこんなにたくさんのアルバイトを経験してる子はいないよ、と社長が笑う。ぜひ働いてほしいと言われ、俺は思わず飛び上がった。就職した当初は倉庫整理や雑務をやっていたが、だんだんと営業の仕事を振られるようになり、俺は営業スキルをめきめきと上達させる。社長には、海谷くんに営業を任せておいたらうちの会社は安泰だよ、と言われるほどになった。それもこれも社長や先輩たちのおかげだ。俺は営業先で契約を取りまくって、今やこの会社のエースと言われている。俺が就職してから10年で会社の規模も大きくなり、従業員の数は4倍ほどになった。それでも相変わらず社長は従業員全員を気にかけていて、俺のことも飲みに誘ってくれる。俺はこの会社で働くことができて本当に良かったと思っている。ある日社長に呼び出されて、ふみやくんにこの案件を任せたいんだが、と言われた。それは地元の大手企業とのコラボ商品の案件だ。大手企業は食品会社で新しい商品を共同開発し、地元で PR イベントをして売り上げを促進するという計画だそうで、俺はその担当に抜擢された。社長から後輩の大二と一緒に担当してほしいと頼まれる。大二は今年入った新入社員で大卒の23歳だ。中卒の俺とは頭の作りが違うのだろう。仕事の飲み込みも早く頼れる後輩で有望株なのだ。
最初の取引先との打ち合わせは俺一人で行くことになった。取引先の担当者は湯浅という50代の部長。君みたいな若いのが担当なのかと眉間にシワを寄せて言われたが、俺は持ち前の営業トークで切り抜けた。しかし湯浅は、私は有名大学の卒業なんだ、知ってるだろと、なぜか学歴自慢を始める。そして俺に、君はどこの大学なんだと聞いてきた。家庭の事情で中学を卒業してから働いてるんです。と伝えると、湯浅は目を丸くする。え？中卒？湯浅は盛大に笑い出した。今時中卒なんているのかよ。うわぁ、やだやだ。中卒と一緒に仕事なんて、バカが映る。そう言って、俺をしっしっと手で払う仕草をする。なんだこの人。大学を卒業していても、こんなに常識がないっていうのか。しかも、部長？大丈夫か、この会社。俺は心の中でそう思ったが、その場では怒りを抑え、なんとか乗り切った。中卒と聞くと、湯浅のような反応をする人は少なからずいる。まあ、こんな大企業なら、大卒が当たり前だろうし。相手の反応を見て、俺も今後どう接していくか考えるので、中卒といった時の反応は、いい判断基準なのだ。次の打ち合わせには、大二を連れて行った。君は大卒なのか。後輩の方が優秀なんて立つ瀬がないな。湯浅はそう言って俺を見て笑う。そして湯浅は大二に出身校を尋ねた。嘘をつくわけにもいかず、大二が出身大学を告げると、今度は湯浅はへそを曲げてしまった。湯浅の大学よりも大二の大学の方が難関大学だったからだ。自分より下は見下し、自分より上だと態度が悪くなる。面倒なやつだ。その日、俺は湯浅から期日までに企画書を出してほしいと言われ、打ち合わせは終わった。取引先から出ると、前から見覚えのある顔の男性が歩いてきて、思わず会釈をする。相手も会釈をしてくれて、通りすがった後に誰だかを思い出した。会社に帰ってから大二が、ふみやさん、あの人感じ悪くないですか？と言う。俺は、それでも取引先だ。こちらまで相手の態度に合わせる必要はない。と、はっきりと言った。大二は素直に俺の言葉を聞き入れ話を続ける。あの会社で友人が働いてるんですけど、高圧的な態度の上司がいるって、あの人のことを言っていたのかもしれません。それから半月後、企画書が出来上がり、商談に行くことになった。湯浅にアポイントの電話を入れると、明日のお昼に来い。あと、あの大卒は来るな。お前一人でいい。俺は忙しいんだから絶対に遅刻するなよ。それと企画書が使い物にならなかったらやり直したからな。と、お前は上司なのかというような態度で言われ、電話を切られる。年下だろうと中卒だろうと、俺は湯浅の取引先だ。どうしてそんなに見下されていなければいけないのか。ため息をつきながら電話を切った。その日は母の誕生日だったので、ケーキを買って実家に帰る。弟は結婚して実家の近くに住んでいて、俺が帰ってしばらくしてから奥さんと一緒にやってきた。子供の頃の俺たちからはこんな幸せな食卓は想像がつかなかったが、今はこれが現実なのだ。翌日、大二に社内業務を任せ、俺は商談に向かった。時間より早く着き、応接室に通されたのだが、約束の時間になっても湯浅が来ない。人に遅刻するなと言っておいて、自分は遅刻してもいいということか。完全に見下されている。湯浅を待っている間、俺はため息しか出なかった。
そして約束の時間から20分が過ぎた頃、ようやく湯浅が入ってくる。遅刻はしなかったようだな。学歴もない奴が遅刻しようものならすぐにクビになるしな。ニヤニヤしながらそういう湯浅。いちいち相手にするのも馬鹿らしくて、俺は右から左に流していた。湯浅はファイルやペンをテーブルに並べる。そして万年筆を俺に見せびらかしてくる。要約すると、高い万年筆を普段使いしている俺、かっこいいということだ。よくわからないが、インクにつけて書くタイプのものらしい。俺って知的だろう。と言ってくるが、知性っていうのは顔に出る。そんな下品な笑いをしながら知的だろうと言われても、素直にうなずくことはできなかった。俺の反応が良くないとわかると、まあ中卒に行ってもこの価値はわからんか。で、企画書はどうなった？という。俺が用意していた企画書を出すと、湯浅は手に取った。ペラペラとめくり、ろくに見てもいないようだが、テーブルに企画書を放って口を開く。ダメだな。え？俺は聞き返した。うちの社内では絶賛されたし、前回湯浅に言われた条件も盛り込んだ自信作だ。それをろくに見もしないでダメだと。俺はさすがに言い返す。どこがダメですか？具体的におっしゃってください。淡々と返す俺に、湯浅は笑い始め。全部だ全部。やっぱり中卒の企画書は使えねえな。という。次の瞬間、湯浅は企画書にインクをぶちまけた。インクが跳ねて、俺のスーツにもシミが広がる。さすがに俺は頭に来た。20分も待たされてこの仕打ちですか。湯浅は俺を見下して言う。20分くらい遅刻のうちに入らんだろう。こっちはお前みたいな中卒と違って忙しいんだ。なるべく穏便にと思っていたが、もう我慢はできない。取引先との人間関係に学歴って必要ですか？この企画書は自信作です。内容をろくに見ず、インクをぶちまけるなんてありえませんよ。すると、湯浅はまた笑い出した。自信作ね。中卒ごときにまともな企画書が作れるとは思えんが、そこまで言うなら見てやろう。とはいえこの企画書はもう使えないな。この俺が貴重な時間を割いて待っててやるから、20分以内に出直してこい。その言葉に俺はすかさず反論する。いや、おかしいでしょ。あなたがインクをぶちまけたんです。100歩譲って間違えて汚してしまったならわかりますけど、故意にやっておいて企画書を見てやるから20分以内に出直せ。あなたがそこまで僕を見下してくる理由がわかりません。対等な取引先の関係ですよね。そこまでバカにしてくる理由は何ですか？淡々と言うと、笑っていたはずの湯浅は突然怒り出す。何なんだお前は。エリートである私が、お前みたいな中卒と商談してやってるんだぞ。俺が上なのは当たり前だろ。こんな案件なかったことにしてもいいんだからな。湯浅は俺を脅しているつもりのようだ。しかし、そんな脅し俺には通用しない。俺は立ち上がっていった。わかりました。では失礼します。するとそこで応接室のドアが開き、一人の男性が入ってくる。お前、彼を誰だと思ってるんだ。男性が血相を変えて湯浅を怒鳴る。会長！湯浅はすっとんきょうな声を出した。湯浅を怒鳴りつけた男性はこの会社の会長。そして俺に向かって、海谷くん、うちの社員が失礼なことを。と、頭を下げる。その瞬間。え？
と湯浅がつぶやいた。俺は会長に向かって、母がいつもお世話になっています。と頭を下げる。実は、俺が今の会社に入った時、俺は母に、母さん、今までありがとう。これからはもっと、家にお金も入れられるし、母さんの好きに生きてよ。と言ったのだ。すると母は、昔からデザインの仕事をしたかったと話し始める。母はイラストも上手いし、センスが良くて、学校に持っていく持ち物に、俺の好きなキャラクターを描いてくれることは日常茶飯事だった。俺はよくそれを周りに自慢したものだ。俺は母の背中を押し、母はデザインの仕事を始めた。軌道に乗った頃に、ここの会長と知り合って仕事をするようになったらしい。この会社のロゴをデザインしたのは母だそうだ。会長は母のデザインを気に入っているので、この会社のデザインは母に発注していることがほとんどだ。昨日母に会った時に今回の商談の件を伝えると、明日会長と次の依頼について打ち合わせがあるのよ。と言っていたから、俺がこの案件を担当していることを会長に話したのだろう。会長は湯浅に向かって怒鳴る。海谷くんはうちのデザインを担当してくださっている方の息子さんだ。それに、君が取引先に暴言を吐いていると報告があってね。来てみたら外までお前の声が響いているじゃないか。我が社にとって大切なデザイナーの息子さんに、無礼を働いたことも、取引先に高圧的な態度を取ったのも、どちらも許せることではない。湯浅は言い訳を始めるが、俺は口を挟んだ。すみません会長、これを聞いていただけますか。俺はスマホを出した。僕、約束の15分前に着いて、さらにそこから20分待たされたので暇だったんですよ。その時、たまたまボイスレコーダーのアプリを見つけて、面白半分でダウンロードしておいたんですけど、見事に湯浅さんの声が録音できていたみたいです。俺がボイスレコーダーを再生させると、湯浅はみるみる青ざめる。俺は湯浅に向かって、これで言い逃れできませんね。と笑った。湯浅は、こんな騙し討ち認めんぞと言ってきたが、俺は白を切る。たまたま録音できてたんです。でも、これを言ったのは確かですよね。今日だけではなく、初対面からあなたはこのような態度でしたし、僕を中卒と馬鹿にして、高圧的な態度で命令をしてきた。挙句の果てに、人が懸命に作った企画書にはろくに目も通さず、中卒の企画書は使えないとインクをぶちまける。人としてどうなんですか？たとえ学歴が良くても、人としての価値は中卒以下ですね。湯浅は反論しようと口を開きかけたが、俺はそれを遮った。企画書は会社に戻れば印刷できますが、インクの跳ねたこのスーツどうしてくれるんですか？クリーニング代請求しますから。それと湯浅さんが取引を中止するとおっしゃったので、うちの社長には僕からその旨を伝えます。会長は俺の言葉に驚いて、大切な取引を中止するなんてどういうことだ？と、湯浅に向かって激怒。会長から謝罪され、後で連絡をくれるというので、俺は会社に戻った。その後、会長がわざわざ連絡をくれ、湯浅はすぐさま担当を外し、降格、減給処分をするという。新しい担当はすぐにうちの会社に来てくれて、俺の企画書を見て絶賛してくれた。こんな企画を思いつくなんて、さすがフミヤさんですね。と、大事も感心してくれる。新しい担当者によると、湯浅は平社員になったことに文句を言い、後輩社員に当たり散らしているのを会長が目撃し、最終的には自主退職に追い込まれたそうだ。俺はその末路を聞いて、思わず笑ってしまった。そして、半年後には、商品の PR イベントも無事に終了し、商品は販売数を伸ばしている。
ちなみに商品のパッケージデザインは会長がぜひにと母に依頼をし、思わぬところで母と一緒に仕事をすることになった。母と肩を並べて仕事ができるようになり、俺はようやく一人前になれた気がする。これからももっと仕事を頑張っていけそうだ。今日の商談の資料を貸せ。俺が商談の準備をしていると上司に声をかけられた。何かあったのだろうか。俺が不安になっていると上司はとんでもないことを言った。お前みたいな無能には無理だ。あとは俺がやる。俺は何を言われているのか一瞬わからなかったが、つまりこの上司は俺の商談を横取りしようというのだ。できるものならやってみな。俺は込み上げる笑いをこらえてその場を離れた。俺の名前は龍。30歳の会社員でおもちゃメーカーで働いている。俺は母子家庭で育ち、なんとか高校には行ったものの、母が過労で倒れ、高校を中退して働くことになった。今では母も元気にしているが、働き始めた俺は仕事の方が面白くて、学生に戻ろうとは思わなかった。故に俺の学歴は中卒だ。中卒の俺を雇ってくれたのは近所のおもちゃ屋さん。面接で家庭の事情を話したら、不憫に思った社長が採用してくれたのだ。そこではアルバイトだったけど、社長が良くしてくれ、社長のつてで別のおもちゃ屋の社員になった。そこからさらに転職し、今ではおもちゃの製造も行うメーカーに勤めている。俺は昔からアニメやゲームが好きな、いわゆるオタクだ。昔は裕福ではなかったので、あまりいろいろ買ってもらえたわけではないが、俺の一番好きなアニメの漫画本やおもちゃを揃えていた。中でも、懸賞で当たった原作者のサイン入り缶バッジは今でも宝物。数学カバンに缶バッジをつけていたほどだ。そしてこの缶バッジが思わぬ出会いを与えてくれた。あれは高校1年の時、留学生だと先生が男子生徒を連れてきた。タイからの留学生らしい。名前はなんだか長くて覚えられなかったが、留学生は、ベントを呼んでくれ、とたどたどしい日本語で言った。タイではニックネームで呼ぶのが普通らしい。外国のことなんか全く知らなかった俺は、なんだか少し関わるのが怖かった。ベンはお坊ちゃんのようで、日本語もかなり勉強してきたそうだ。将来は父親の会社を継ぎたいと言っていた。俺とは世界が違うなぁと思っていたけど、ベンが自己紹介で日本に来た理由を話していて、少し興味を持ったのだ。ベンが日本を知ったきっかけは、俺が好きなアニメだという。そういえば、海外でも人気で、外国語の漫画本も出版されていたな、と思った。それでも、ベンと関わることなんてないと思っていたのだが、それから数日後、ベンが目を輝かせて、俺に近づいてくる。それ!と指を指したのは、俺の通学カバンについている缶バッジだ。原作者のサインにも気づいたらしい。俺は、どこまで日本語が通じるのかわからず、こっちまでたどたどしい日本語になってしまったのだが、検証で当たったことを説明、ベンは触ってもいいかと言ってきたので、俺は缶バッジを取って渡してやった。そこからベンは何かというと俺に絡むようになってくる。趣味の話をするのも楽しかった。そこで俺はタイってどんなところなのだろうと興味を持ち、ベンに質問をする。ベンは故郷のことをよく教えてくれた。そして、タイ語の漫画本を貸してくれ、俺にタイ語を教えてくれたのだ。ベンといる時間は楽しくて有意義だった。しかし、母が倒れたのはこの頃で、俺は突然学校に行けなくなったのだ。俺はそのまま高校を中退することになった。
ベンと連絡先は交換していたので、母の容態が落ち着いた頃に、ベンにメールで連絡をした。母の状況の説明と借りている漫画を返したいと言ったのだが、なんと、ベンはもう帰国してしまっていたのだ。焦る俺にベンは、またすぐ日本に行くから、その時に返してほしい。今は日本にいないけど、友達でいてくれる？と言ってきた。俺は、当たり前だと返し、いつかタイに行ってみたいと、その頃からタイ語の勉強を始めたのだ。あれから10年以上経つが、まだタイに行ったことはない。でも、ベンとの交友関係は続いている。ベンは、俺がおもちゃメーカーで働いていることを知ると、とても羨ましがっていた。ベンは、父親の会社で働いていて、そこで、いずれ日本のおもちゃの輸入もしたいから、その時は協力してくれ、なんて言っている。そしてそれが、いよいよ現実になったのだ。俺は課長に、知り合いが、海外から輸入したいという話をもらったのですが、と報告する。この課長は山田というのだが、俺はどうも好きになれない。以前、たまたま同僚との話が聞こえたらしく、俺のことを中卒だと知ると、中卒？嘘だろ？中卒でも働けんの？と馬鹿にしてきた。しかも、俺は大卒だけど、まさか中卒と働くことがあるとはね。中卒って知ったからには、もう重要な仕事は任せられないな。だって、大卒の俺とは中身が違うだろ。怖くて仕事なんてさせられないよ。と続ける。前から嫌味な奴だとは思っていたけど、最低限しか関わっていなかったので、ここまでひどいとは思っていなかった。それ以来山田は本当に俺に仕事を振らなくなった。中卒は飛び込み営業でもしてきて、飛び込みなら中卒ってバレないもんな。などと言い、俺を社外に追い出す。社内にいれば雑用を押し付けられたが、仮にも山田は上司だし、歯向かうなんて考えなかった。山田に嫌味を言われているのを見ていた同僚は、俺のことを気にかけてくれていたのだが、俺は、仕事は好きだし、山田なんかに負けない、と宣言。山田は、上に取り入るのはうまくて、上からは気に入られているようだし、俺への嫌味もほとんど人のいないのを見計らっているようだ。なので、このことを知っているのは同僚くらいしかいない。俺は必ず仕事で見返してやるんだと決めた。そこに、ベンからの話があったのだ。ベンのいる会社は、タイでは超有名企業。ベンはすでに、個人的に何度か、数千万規模の取引を成功させ、これからは会社として、継続的にやっていくつもりらしい。日本円換算で、5億円となる大口の商談だ。俺は、これを成功させて、山田を見返してやろうと思ったのだ。俺は山田に言われた通り商談内容をまとめたのだが、山田はそこに置いておけと言ったまま資料を見る気配がない。商談を進めたもよろしいでしょうか？と資料を持っていき説明しようとしたのだが、ああ、お前なんかに構ってるほど暇じゃないんだよ。と聞く耳を持たない。俺も意地になり何度も言ったところ、山田は、勝手に進めろと言った。しかし、資料は見ないままだった。とはいえ、5億の大口商談になる予定だ。さすがに、この金額を上司の相談もなしに進めるのはどうかと悩んでいると、同僚が部長に相談してみたらどうかとアドバイスをくれる。部長は、あまり話したことがなかったので、俺は恐る恐る相談した。すると、俺の思いとは裏腹に部長は親身に相談に乗ってくれたのだ。部長はため息をついて。山田は部下からの評判が良くないからなぁ。と言った。俺は部長にアドバイスをもらい、商談の日程を組む。
山田には逐一報告していたが、部長からは何も聞いていないようで、勝手に進めろって言ってるだろうと、相変わらずの態度だ。まあいい、今に見てろ。そう思って商談に臨もうとしたのだが、思わぬ展開になった。商談の当日、俺が準備をしていると山田がやってきて、今日の商談資料、貸せ。と言ってくる。今まで何も言ってこなかったのに、当日になってどういうことだ？何かあったのかと不安になっていると、資料を読み進めた山田の眉がピクリと動いた。5億だと？と、ぼそりとつぶやくのが聞こえる。そして、お前みたいな無能には無理だ。あとは俺がやる。と言い、俺を追い払う仕草をしてきたのだ。俺が戸惑っていると、山田はニヤニヤと笑う。5億の商談なんて、中卒には無理だろ。大卒の俺に任せろ、無能くん。そう言って、用意していた商談資料をすべて山田に奪われた。今まで無関心だった山田は、本当に俺の渡した資料を読んでいなかったのだろう。だから、5億なんて大口の案件だとは思っていなかったはず。なんせ、山田にとって俺は中卒の無能だ。そんな奴が、そんな大口の案件を取ってくるなんて思うはずがない。昨日部長から山田の様子を聞かれた時に、資料は逐一渡しているが何も言ってこないし、読んでもらえているのかもわからないと言っておいたので、もしかしたら、部長から山田に話してくれたのかもしれない。5億の大口案件と知った山田は、この商談を横取りしようとしているのだ。ほとんど成功が見えている案件だ。成功したら、きっと上には山田が商談を成功させたと強調するに違いない。山田は俺を見てニヤニヤする。普通なら、俺もこの商談を譲るわけがない。しかし、俺はうなずいた。わかりました。そう言うと、山田は俺から奪った資料を持って会議室へ向かう。今日の商談、タイ語だけど黙っとこ。俺はそう思いながら山田の背中に向かって、よろしくお願いします、と声をかけた。時間が空いたので、俺は別の客先を訪問することにした。外出先をホワイトボードに記入し、荷物を持って会社を出る。俺が会社に戻ってきたのは4時間以上後のことだ。山田は俺の姿を見るなり、すごい勢いで俺の前に来て、俺はそのまま会議室に連れて行かれた。商談はオンラインだったのだが、機材がそのまま残されている。お前、どういうことだ？と山田が怒鳴りつける。俺はそ知らぬ顔で、何がですか？と答えた。日本語じゃないなんて聞いてないぞ。あれは何語だよ。会議が始まった途端、知らん言葉が飛び交って、何言ってるかわからないまま、向こうが勝手に怒って通信を切られたんだ。俺は、笑いをこらえるのが大変だった。確かに、タイ語を聞き慣れている人は少ないだろう。でも、タイの企業との商談なんだから、見当はつきそうだが。先方は語学に堪能な担当者なので、英語でも通じたと思いますが。課長、英語は得意だっておっしゃっていましたよね。だから問題ないだろうとお任せしたんです。俺がそう言うと、山田は睨みつけてくる。もちろんだ。しかし英語でも通じなかった。どうなってんだ、あの会社。向こうからしたら、そっくりそのまま返したい気分だろう。山田の怒りは収まらないようで。そもそも、お前は英語もできないだろう。この商談どうしようとしたんだよ。どうすんだ。5億もの大口案件を。と言ってくる。俺はきっぱりと言った。それはこっちのセリフです。8割方決まっている商談だったんですよ。結局どうなったんですか？商談の延期ですか？それとも、商談は破棄されたんでしょうか？
問い詰めるが、山田は口ごもったまま答えない。もしかしてそれすらも意思疎通できずに終わったんですか？俺が言うと山田は青ざめる。俺はその場で電話をかけた。相手はベンだ。もちろんタイ語で話している。それを見た山田は目を丸くした。そして電話を切り、俺は口を開く。部長を呼んできてもらえませんか？山田はそれを聞くと、はあ、と俺を睨みつけたが、5億の商談がどうなってもいいんですか？と俺は強く言った。山田はまた青ざめて会議室を飛び出していく。俺はオンライン会議のセッティングを始めた。しばらくすると山田が部長を連れて戻ってくる。俺は部長に、先方が課長じゃ話にならないというので、別の責任者を交えてすぐに話がしたいと言っています。部長に同席をお願いできますか？と言うと、部長はうなずき、席に座った。山田は呆然としたまま立ちつくんでいたが、早く座りなさい！と部長にピシャリと言われて、慌てて席に座る。俺が画面をオンラインにすると、ベンと他の担当者が映し出された。俺はタイ語で挨拶をし謝罪をすると、部長も読み取って一緒に頭を下げる。そして俺が商談に入ろうとすると、部長が俺を止めた。少しだけ時間をくれ。そう言って部長は英語で話し始める。俺はあまり英語ができないのだが、先ほどの件の謝罪をしてくれているようだ。いきなり呼び出したのに、部長は堂々と、しかも英語で先方に挨拶をしてくれて、俺は心底部長を尊敬した。それに比べて、山田は隣の席で、借りてきた猫のようになっている。商談はタイ語と英語で進められ、山田は最後まで置いてけぼりだ。ベンが来週日本に来るというので、そこで正式な契約をすることになった。商談が終わると部長は激怒。山田、君は何をやっているんだ。部下から手柄を横取りしようなんて考えるからこんなことになるんだ。そう言われても山田は俺を睨みつけ、お前がきちんと引き継ぎしないからいけないんだろ、俺に恥をかかせやがって、と言ってきた。俺は首を横に振る。引き継ぎなんてする気はありませんでした。タイ語ですし、自分が責任を持って担当したかったからです。それなのに課長が中卒で無能の私には無理だと言って、商談資料を奪い取ったんじゃないですか。タイ語での商談とは言いませんでしたが、課長は英会話ができると前から言っていましたし、それでなんとかなるだろうと思いました。それなのに、英会話は人に通じるレベルじゃなかったみたいですね。そう言うと思わず笑みがこぼれてしまう。部長も小さく吹き出した。すると山田は顔を真っ赤にして怒鳴る。お前みたいな中卒に言われる筋合いないんだよ。中卒の部下なんて迷惑なだけだ。お前今すぐ辞めろ。その言葉を聞いた部長が途端に眉を吊り上げた。今なんて言った？その迫力に山田は一気に青ざめる。しかし部長は止まらない。有能か無能かは学歴で決まるものじゃない。部下の話もまともに聞けない。部下に勝手に首宣告する。そんなやつこそ首になった方がいいんじゃないか。無能はいらないんだもんな。部長はそう言って怒って出て行ってしまったので、俺はそれに続く。でもまだ山田に言い足りないと思い、振り向いた。俺は今まで山田に言われた数々の嫌味を思い返し、一言だけ放った。つまり、課長の方が無能だったってことですかね。すると、山田は見たこともないほど悔しそうな顔をする。俺は心の中で笑って会議室を出た。実は、山田に商談を横取りされた直後、俺はベンに連絡をしていたのだ。龍が前に言っていた課長だな。わかったよ。とベンが言うので任せていたのだが、
後から聞いたところ、山田の英語は本当に通じないレベルで、あんなので英語ができるなんて言えないとベンが苦笑いしていた。ベンが日本語を使わなかったのは、俺から横取りした山田を制裁したかったかららしい。一週間後にベンが来日した際、俺と部長で契約に行ったのだが、その時に日本語ができると知った部長は、お前の親友は面白いなぁ、と俺に言って笑った。部長は山田の件を上層部に報告し、山田は俺と同じ平社員に降格。俺は5億の商談を成功させたこと、これによりタイへのビジネスチャンスが増えたことが評価され、今度昇進することが決まった。すると、俺の部下になるのが屈辱的だった山田は自主退職を決めたそうだ。退職当日、山田は俺に向かって、お前なんかミスしてクビになればいいんだと言ってきた。俺はにっこりと笑い、ああ、山田さんみたいになったら大変ですもんね。ご忠告ありがとうございます。と返す。山田は恨めしそうな顔で俺を見ていた。その後、俺は初めて部下を持つ立場になったのだが、山田を反面教師にし、部長のような上司になりたいと日々努力している。そういえば、今度仕事でタイに行くことになった。ずっと行ってみたかった国だ。しっかり仕事もして、存分に楽しんでこようと思う。今すぐお逃げください。部長に招待され、高級寿司屋へ行くと、なぜか俺だけ強制的に別室へ案内された。そして大将から驚愕の事実を明かされ、俺は慌てて店を飛び出したのだ。俺の名前は元木。40代前半で、家族は妻と中学生の息子と小学生の娘がいる。ごく普通のサラリーマンだ。うちの会社はオフィスや小中学校へ文房具やコピー用紙などの消耗品を納品している。そんなに大きな会社ではないし、給料もそこまで高くはない。ただ通勤しやすい距離にあって、比較的有給が取りやすいし、基本的に定時退社ができる。もっと給料が高ければ言うことはないが、それは高望みというもの。俺は概ね満足していた。ただ最近、ちょっと困ったことになっていたのだ。窃盗事件？またか。ある日、俺が出社すると、早く来た社員たちが集まって話していた。職場内で女子社員の財布が盗まれたという。最近続くなぁ。俺は大きなため息をつく。今まで社内で盗難事件なんか起きたことはなかったのに、ここ数ヶ月、なんだかおかしい。怪しいのは善一だよな。同僚がこそっと俺に耳打ちしてくる。善一というのは社長の息子だ。あの人格者の社長からどうしてあんな息子ができるのか信じられないよな。同僚はそう続けて自分で笑った。善一は昔かなりの悪だったらしい。中学校あたりから素行が悪くなり、高校を中退。仕事もせずに半グレ集団にいたという。その善一を社長がこの会社に入社させたのは5年ほど前だ。このままではダメだが、よそにやれないというのが理由だそうだ。俺たちは最初、そんな危険人物を入社させるなんて怖いと思っていたが、予想に反して善一は俺たちを無視し、ほとんど何も話さなかった。それから社長が、旗から見ても、善一だけにかなり厳しく接し、息子だからといって甘やかしている様子はない。平社員だし、噂では給料も最低限しか与えていないという。だから、
俺たちもなんとか当たらず触らずやっていた。動機はズバリお金欲しさだな。どうだろうな。俺は適当に相槌を打ち仕事を開始する。今日の仕事は名簿の作成だ。地元の小学校からまとまった注文が入ったのだが、名入れ業者に名簿を作って送らなければならない。今の小学生の名前って一発変換で出てこなくて大変だよな。読み仮名がないと本当に読めないし。俺が悪戦苦闘している横で、同僚は探偵気取りでいろいろ推理を始める。うちの会社、夏のボーナスカットだったろ？善一はただでさえ給料が少ないだろ？だからさ。おい、根拠のない話はダメだ。暇ならお前も手伝えよ。まったく、お前はお堅いな。同僚はそう言って肩をすくめた。実はここ数年、うちの会社は少しずつ業績が悪化している。ネットで即日発送するような大手も多いし、うちみたいな小さな会社は不利なのだ。今は物価が高騰し、紙などの仕入れの値段も上がっている。少子化で子供向けの需要が減っている。そして今年の夏のボーナスカットだ。いよいよ危ないのでは、と社員の中で噂になった。俺も早めに転職活動をすべきか、なんて考えているが、なかなかいい条件の転職先がない。そんなある日、お前は中学生の娘がいるんだよな。仕事を失ったら困るよな。俺は突然部長から話を振られた。部長は社長の親戚で、社員数の少ないうちの会社では社長に次いで偉い感じになっている。中学生は息子で、娘は小学生です。二人いるのか？奥さんは働いているのか？スーパーのパートをしています。パート程度じゃな。じゃあお前が仕事を失ったら困るわけだな。はい、もちろんです。あの、一体なんで急に？俺は困惑して説明を求めたが、部長は答えず、ただ満足そうにうなずきながら言ってしまった。なんだったんだあれ。俺がつぶやくと同僚が、会社いよいよやばいんだろ？リストラ対象を探しているんじゃないか？と深刻そうな顔をする。その日の昼休み、俺は部長からちょっと来てくれと呼び出された。リストラの話じゃないよな。ちらっと不安がよぎる。同僚も同じように思ったらしい。俺に向かって小声で、頑張れ、リストラされてもお前なら次が見つかる、と言ってきた。俺はくすっと笑ってしまう。仕事を失ったら困るって部長にも言っているのに、なんで俺がリストラされる前提になっているんだよ。俺は同僚に突っ込み、少しリラックスして部長についていった。部長と俺は会議室へと入る。部長は声を潜め、今会社の経営が厳しいことは知っているだろう、と話し出す。社長から人員整理の話が内々に出ていてね、元木君にも相談に乗ってほしいんだ。なんで俺に？俺は驚いて聞き返す。元木君は普段から真面目で、社長も君のことは仕事の覚えがいいって褒めていたよ。だから残ることが決定している。仕事を失ったら困るって君も言っていただろ。辞めてもらうのは独身者やパートだよ。それを聞いても俺は安心できなかった。つまりさっき話していた同僚はリストラ対象なのだ。
複雑な気分がする。その相談というのはどこでするんですか？俺はその気持ちに蓋をして部長に質問する。会社で誰かに聞かれるとまずい。美味しい寿司屋を知ってるんだ。そこで話をしよう。君には一生行けないような高級寿司屋だぞ。はあ。そこだったら社員は誰も来ないからちょうどいい。今日の夜予約しておくからな。こうして俺は部長に招待され、高級寿司屋で人員整理の相談に乗ることになった。その日、俺は仕事が終わると高級寿司屋へ急いだ。しかし駅の出口を間違えてしまい迷子になった。電話をしようにも電波が悪かったり、話し中だったりで連絡が取れない。俺は約束の時間から数分ほど遅れて到着した。予約していた元木です。俺は店に飛び込む。俺は言いながら、あれ？部長の名前で予約したのかな？と思い直す。元木様ですね。俺が部長の名前を言い直す前に、ちょうどカウンターの中にいた店の大将らしき人が俺に声をかける。案内してやってくれ。大将は店員を呼んだ。その時だった。おっと。ちょうどビールを運んでいた店員が俺にぶつかったのだ。店員が持っていた瓶ビールがほんの少しだけ俺にかかった。お客様、大変申し訳ありません。こちらにどうぞ。店員はビールを近くのテーブルに置き、慌てて俺をどこかへ案内しようとする。このくらい大丈夫ですよ。いえいえ、どうぞこちらへ。店員は引かない。ほんのちょっとだけですし、おしぼりでももらえれば。おしぼりをお出ししますので、とにかくこちらへ。ここでいいですよ。カウンターに座ろうとすると、店員が困ったような顔をする。申し訳ありません。ちょっと来てくれませんか？カウンターの中から大将が口を挟んだ。こうして、なぜか俺だけ強制的に別室に案内された。そして店員だけでなく、なぜか大将までついてくる。大将は別室に入るとすぐ後ろ手で扉を閉めた。あれ、この部屋って従業員の休憩室ですか？俺は不思議に思って聞いたが、大将は答えない。今すぐお逃げください。裏口へどうぞ。それどころか先ほどと違って、大将が切羽詰まった様子で俺に逃げろと言ったのだ。え？俺は驚いた。さあこちらからどうぞ。念のためスーツを脱いでこれを着て変装してください。店員が俺に私物のような上着を押し付けてくる。一体どういうことですか？俺が腕を組んで仁王立ちすると、店員と大将は顔を見合わせる。仕方がない、時間がないんですが。大将はそう言って驚愕の内容を話し始めた。あなたの会社の部長さんはお寿司が好きだとうちをごひいきにしてくださっているんですよ。前回善一という方と来たんですがね、カウンターに座って話していたので私たちは彼らの悪巧みを聞いてしまったんです。最初は二人とも給料が少ないことに不満を漏らしていたそうだ。俺はその時、その割に部長はこんな高級寿司屋の常連になっているなんて、と疑問に思った。大将は話を続ける。二人は次第に違法なことで儲ける相談をしだしたらしい。会社の顧客名簿を反社に売ろうと話していて、元木という社員を仲間に引き入れようと話していたんです。お客さんの名前ですよね。
俺のことです。俺はうなずく。あの人たちは基本的にやりとりはすべて元木さんにやらせて、警察に見つかりそうになったらすべての罪をあなたにかぶせようと話していたんですよ。そんな、まさか。にわかに信じがたい話で俺は口ごもる。でも部長と俺は普段ほとんど接点がないし、なんで今日いきなり俺を招待したのか意味がわからなかったのも事実だ。信じられないのも無理はありません。ところで最近会社で窃盗事件起きていませんか？なんでそれを？俺は驚いて目を見開く。善一という男が小遣い稼ぎに盗んでいたそうです。社員のものは社長の息子である俺のものだって笑っていましたよ。本当に善一が盗んでいたのか？俺が呆然としていると店員がせかす。お客さん、急いだ方がいいですよ。予約された個室の隣に半グレが潜んでいるんですよ。さっき見たら店の前にも半グレっぽい奴らが増えていました。俺はまた驚いた。え？元木さんが言うことを聞かなかった場合、聞くまで閉めて言う通りにさせると言っていたんです。危険ですから、とにかく今は逃げてください。店員に続き大将が言う。俺は大将と店員に、なんで見ず知らずの俺を助けようとしてくれるんですか？と聞いた。初対面の俺に大将と店員がここまで親切にしてくれる理由がわからない。大将はにっこり笑い。うちは寿司屋です。美味しい寿司を食べて満足して笑顔で帰ってほしいんです。うちの店で暴力沙汰を起こされるのは困るんですよ。と答えてくれた。店員も、お客さんが危険な目に遭いそうだって分かっているんですよ。だったら助けたいじゃないですか。と言って朗らかに笑う。それから店員は、わざとビールをかけてすみません。と謝ってくれた。こうして俺は店員から上着を借り、裏口から逃げたのだ。かなり離れてから振り返ると、店の前にも何人もの柄の悪そうな男たちが立っていた。家に戻る途中、部長から何度も着信があったが、俺は出なかった。俺は家に着いて水を一杯飲んで、大きく深呼吸してから部長に電話をかける。すみません、熱が出てしまいまして。は？困るよ、今すぐ来い。それがその、俺だけでなく息子も熱が出たんですよ。息子の中学校で例の感染症が流行っているので。俺は一家で感染症にかかったように匂わせる。最後まで言い終わる前に部長から電話を切られた。その晩、俺はいろいろ考えた。善一と部長の思い通りには絶対にさせない。次の日、俺は普通に出社した。あれ、君病気じゃ？部長がキョトンとした顔をする。あ、なんか違ったみたいですね。一晩寝たら熱が下がったんで出社しました。あっけらかんと明るく言うと、部長は引きつった笑いを浮かべた。そうか。俺は塩らしく、昨日は申し訳ありませんでした。例の打ち合わせ、いつしましょう？寿司屋でなくて会議室にしましょうよ。二日連続寿司屋では申し訳ないですから。と言ってやる。いやいや、寿司屋にしよう。ぜひ君に食べさせたいんだ。私は寿司が大好きでね、毎日食べてもいい。こうして俺はまた寿司屋に行くことになった。俺は部長の目を盗み、何件か電話をかける。もちろん高級寿司屋の大将にもだ。わかりました。気をつけてくださいね。
大将は心配そうにそう言っていた。それからある人物と一緒にある場所へ出かけたのだ。そして夜、今日は時間通りに寿司屋に着いた。こちらは手はず通りになっていますが、気をつけてくださいね。店員からこそっと小声で言われ、俺はうなずく。個室には善一と部長が座っていた。あれ？善一さんがなんでここに？俺は驚いたふりをする。実はな、今日はお前にも得になる大事な相談があってだな。部長と善一が悪い顔をして話し出す。昨日大将から教えてもらった通りの内容だ。なに、簡単なことだよ。今まで通り仕事をして、その時ちょっとデータをこちらが指定したところに流してくれればいい。それって犯罪ですよね。バレなければ犯罪じゃない。善一さん、そんなことをしたら社長が悲しみますよ。うるさい。元はといえば親父のせいだ。働かないと給料くれないんだぜ。それが当たり前ですけど。俺は呆れて突っ込む。部長もそう思ったのか、こほんと咳払いをして話題を変えた。とにかく、お金はもっと必要だろ？お金はたくさんあるほどいいからな。私はお金が欲しいから、善一君と組むことにしたんだ。そうですか。俺はお断りですよ。俺が断ると、善一と部長が笑った。何を言ってるんだ。ここまで話したんだぞ。お前に選択肢なんてない。まあちょっと痛い目でも見てもらうか。善一がそう言って俺に凄んでくる。部長が黙って立ち上がると、隣の襖を開けた。おい、お前ら元木を可愛がってやるんだ。腹を狙えよ。黙って言いなりになるまで何発でもくれてやれ。善一がニヤニヤと笑って言い、柄の悪い男たちが俺に迫ってくる。可愛がられるのは俺じゃない。お前たちだ。俺はそう叫ぶと、上着のポケットから笛を取り出し、思いっきり吹いた。ピーッと大きな音が鳴る。はあ？なんで笛なんか？部長が耳を塞ぎながらつぶやく。笛の音を合図に、ドタドタと警察と社長が踏み込んできた。お前たち覚悟しろ。親父？部長と善一はもちろん、半グレの男たちも固まった。その隙をついて、警察官たちが半グレの男たちを押さえていく。現行犯逮捕だ。俺は部長と善一に、ちなみに録音もしていますよ、と言ってボイスレコーダーを見せる。社長は半泣きで、善一、お前は本当にどうしようもない奴だ。今度という今度は愛想が尽きた。と言いながら善一を責めている。部長は、元木、いつから仕組んでいた。なんでわかった。と俺に向かって逆ギレしてきた。俺はそんな部長を冷めた目で見つめる。いつからでもいいでしょう。悪いことをすれば必ずバレるんですよ。自分で招いたことですから、しっかり反省してくださいね。実は俺は寿司屋から逃げ出した夜、いろいろ考え、社長にそのまま伝えることにした。自分以外の強い味方が必要だし、日頃善一に対する社長の態度を見ていたら、きっと助けてくれると思ったのだ。朝一で社長のスマホに電話をして事情を話すと、証拠がないのに社長は全面的に俺の言葉を信じてくれた。さらに社内の窃盗事件も息子のことを疑っていて、近々防犯カメラを仕掛ける予定だったという。俺と社長と一緒に警察へ相談しに行き、
万全の準備を整えたというわけだ。ちなみにリストラの話を社長に聞くと部長の嘘だったと分かった。その後、部長と善一は懲戒解雇になった。部長は今まで会社の経理からこっそり横領していたらしい。道理で高級寿司屋で常連になれるわけだ。部長はさらに欲をかき、善一と組んでさらに名簿を売って儲けようとしたが、結果はご覧の通りだ。俺は改めて社長から真剣に謝罪された。だから俺は転職することなく今も楽しく働いている。部長と善一からも自宅宛に謝罪の手紙が届いたが、罪を軽くするために弁護士から書くように言われたらしいと聞いて、俺はそのまま送り返した。あの高級寿司屋の大将と店員には感謝してもしきれない。もしあの時大将が逃がしてくれなかったらどうなっていたことやら。そうそう、自分のお金ではとてもいけないと思っていたが、ランチならそこそこで食べられると分かったので、今度挨拶がてら家族で行ってみようと思う。純一、大切なのは人とのつながりだ。それは父が俺によく言っていた言葉。小さな工場を経営している父はその言葉通り、人とのつながりや人情を大切にしていた。しかしそんな父が他界し、とんでもないことが起こったのだ。俺の名前は純一。40歳で父の経営している工場で働いている。妻と娘の三人暮らしで、裕福ではないが幸せな家庭を築いている。父は72歳。祖父から継いだこの工場で長年経営者として働いていたが、つい先日他界した。父は仕事熱心な人で、納期が近い製品があるからと一人残業していたのだが、夜遅くなり母から俺に連絡が来た。父が帰ってこないという。俺は急いで工場に向かった。いつも無理をするので、いい加減歳なんだから自分の体のことを考えろと言ってやろうと、明かりのついた工場に入る。親父、いい加減に。ドアを開けたと同時に放った言葉はそこまでしか言えなかった。父が倒れていたのだ。慌てて父を起こすが意識がない。救急車を呼んだけど手遅れだった。俺の脳裏に父との記憶が蘇る。ここを継ぐか継がないかはお前が決めろ。それは父がずっと言い続けてきたことだ。工場の経営も苦しくなってきているし、他の就職先を探した方がいいんじゃないかと言われたこともある。でも俺は人とのつながりを大切にしながら、ここまで工場を支えてきた父のことを尊敬していたし、できることなら俺が継ぎたいと思って工場で働き続けている。父には昔から工場を継ぎたいと言ってきたが、お前が本気なら考えるよと言われていた。しかし1年ほど前から父は俺に経営者としての知識を教えてくれるようになった。どういった心境の変化かと思っていたら、20年も継ぐって言い続けてくれたんだ、後のことはお前に任せるよと父が言ってくれる。そこから俺は改めて経営者としての勉強を始め、いずれこの工場を継ぐという覚悟を持っていた。それがいつの日かは考えていない。それなのに、まさかこんな形で突然継ぐことになるとは思ってもいなかった。悲しむ間もなく父の葬儀が行われる。そこで俺は父の言葉の本当の意味を知った。父の葬儀にはたくさんの人が訪れたのだ。工場の従業員や取引先の人はもちろん、近所の人たちや若い人たちまでいた。俺が知らない人たちも多く、
何のつながりなのかと思うような人ばかりだ。でもみんな口を揃えて父には世話になったという。悲しいはずの葬儀がなんだか温かい気持ちにもなった。改めて父の生き様は素晴らしかったと思う。しかしその中にどうしても俺が嫌いな奴が紛れていたのだ。奴の名前は有田。うちの工場のメインバンクの担当者だ。純一さん、この度はご愁傷様です。こんな席なのに、どこかニヤニヤとした笑いを浮かべている。有田は俺と同い年で、半年前からうちの担当をしている。もともとは西川さんという担当者だったのだが、定年退職をすることになったと有田が引き継いだのだ。西川さんは父と長年の付き合いで、とても好意にしてもらっていた。定年退職と聞いて残念だったが仕方ない。父は有田と新しい人間関係を作っていこうと努力していた。しかし有田は、そろそろ経営状況危ないですよね。もう廃業したらどうですか？と言ってきたのだ。俺はムッとして言い返そうとしたこともあったが、父に止められた。父は、そうならないように努力しています。従業員のアイディアでこんなものを作ってみたんですよ。と、新しい製品を紹介する。企業を相手に製品を作っていたうちにとっては、初めての個人向けの商品だ。新たな戦略を立て、いわゆる便利グッズを作った。試作品を有田に見せたところ、キッチングッズですか？まあ、便利そうではありますけど、これ売れますか？と鼻で笑い、馬鹿にしたように帰っていく。そんなやりとりばかりで、俺は有田のことが嫌いだった。父がどう思っていたかはわからない。有田さんも大変なんだよ。と父はよく言っていたが、俺には有田がうちの工場を馬鹿にしているのが伝わってきて、どうにも好きになれなかった。葬儀の場で有田は俺のところに来て、今後はあなたが継ぐんですか？突然いなくなったんだから。社長からの引き継ぎもできてないですよね。とうとう廃業ですか？と笑う。俺を止める父もいない。でも、俺はなんとかこらえていた。廃業にはしません。私が継ぐことは父も納得してくれていましたし、父の意志を継いでいきたいと思っています。すると、有田は笑い出した。あんたの父親の意志って、人とのつながりを大切にするとか、そんなことか？俺にも散々言ってきたよ。でもこっちはビジネスだぞ。人のつながりなんていう不安定なものに頼っていられるかよ。俺はさすがにその言葉で頭に血が昇った。いい加減にしろよ。あんたがどう思うと勝手だが、今日は父の葬儀だ。場をわきまえろ。思わず大きな声が出てしまい、周りの聴聞客の視線を集めてしまう。しかし、有田はそんなことは気にしないのか、いきなり財布を出してこう言った。香典は419円な。この意味わかるか？いつにも増して、ニヤニヤする有田。その金額には覚えがある。あの便利グッズを、新製品として売り出そうとしたとき、父がつけた値段だ。せめて420円の方がキリがいいのに。という俺に、この1円の差で売れるかもしれないだろう。と押し通した父。有田には、こんなの100円でも売れるかどうか。と言われたものだ。実際この便利グッズは、ほとんど売れなかった。でも、改善すべきところは分かっている。その試作品を作ろうとしていたところで、父はいなくなってしまったのだ。有田は笑いながら、420円だろうが、419円だろうが、売れないものは売れないんだよ。だがあんたの父親は419円にこだわった。じゃあ、生前のこだわりにちなんで、香典は419円にしてやるよ。と言ってきた。
なぜ父がこんなにも馬鹿にされなければいけないのか。俺は有田の胸ぐらを掴んでやりたいほどだったが、父はそんなことは望まないだろう。感情をこらえて一言、痛い目に遭いますよ、と告げた。しかし有田は、合わねえよ、と笑い飛ばす。俺はこれ以上付き合うのは時間の無駄だと思い、キビスを返した。すると、俺の前に怖い顔をしながら近づいてくる男性がいた。西川さん。俺はその人の名前を口にする。それは有田の前任者、定年退職をした西川さんだったのだ。有田はその瞬間顔色を変えた。西川さん、どうしてここに？先ほどとは打って変わった態度の有田に、西川さんは厳しい口調で言った。お世話になった方の葬儀に参列するのは当然のことだ。有田はしどろもどろになりながら、でも俺は銀行の代表として行ってこいって言われて、と言うが、西川さんがそれを遮る。君が代表として来ることは聞いていた。だが私は一人の友人としてここに来たんだ。俺はその言葉に目頭が熱くなる。西川さん、ありがとうございます。俺が頭を下げると西川さんは頷いた。君のお父さんとは私が退職した後も飲み友達でね。本当に素晴らしい人だったよ。俺が涙を拭うと有田が後ずさりしているのが見える。まさか逃げようというのか。そう思っていると、西川さんが有田の腕を掴んだ。すべてではないが、君の発言は聞いていたよ。まず謝罪が先だ。一人の人間としてはもちろん、銀行の代表として来ているという自覚があるなら、全くふさわしくない態度だ。しかし、有田は口を閉じたままだ。西川さんは続けて俺を見る。純一くん、私が有田に引き継いだのは理由があったんだ。そして、西川さんは、有田がエリート組で、取引先に寄り添わず、横柄な態度も取ることが多かったと教えてくれた。うちのような小さな工場を担当すれば、少しは考えが変わるかもしれない、と父に相談したところ、父は、これも何かの縁だから、と言って、有田が担当になることを承諾したという。君のお父さんみたいな考えを知れば、彼も変わると思ったんだが、残念だ。君にも不快な思いをさせて申し訳なかった。と、西川さんは俺に頭を下げる。西川さんによると、有田はうちのような小さな工場の担当を、なぜ自分がやらなければならないのかと周囲にも不満を漏らしていたらしい。西川さんは、自分で相談したものの、有田の態度が目に余るし、改善の余地が見られないため、父に対して申し訳なく思っていたそうだ。父に謝罪し、もっとマシな担当に変えると言った。でも、父がそれを止めたという。父は、相手がどんな人でも拒絶をしない人だったから、父と関わることで有田が変わればいいと考えていたのだろう。有田は結局、いやいやうちの担当をしていたということだ。有田がうちを目の敵にしていた理由がようやくわかった。西川さんは有田に、君はここにふさわしくない。早く帰りなさい。と厳しい口調で言う。有田は舌打ちをして、あんな工場さっさと潰れろよ。と通りすがりに、俺だけに聞こえるような声で言った。数日後、葬儀は無事に終わり、工場は父がいなくなった穴を埋めながら、なんとか切り盛りしている。そこへ、西川さんが有田とその上司を連れて話がしたいとやってきた。今は俺が社長を継いだ形だ。責任を持って話を聞こうと冷静に席に着いた。定年した西川さんはわざわざ有田の様子を支店長に報告してくれたらしい。
有田は支店長からも激怒され、処分はこれから検討すると言われているそうだ。有田の上司は深々と頭を下げ、申し訳ございませんでした。担当は早急に交代させますので。と言った。有田はふてくされたまま席についている。俺は、そうですね。さすがに早く潰れろと思っている担当者のままなのは、こちらとしても気分が悪いです。と言うと、西川さんもうなずいた。しかし俺は有田を見て、でも、今のところ有田さんのままで大丈夫ですよ。という。有田は拍子抜けした顔をした。西川さんも有田の上司も、え?と言って驚いている。俺はにっこり笑ってもう一度、うちの担当は有田さんで大丈夫です。と言った。有田は俺を睨みつけてくる。お前、何企んでるんだよ。そう言ってきたが、俺は答えなかった。西川さんは俺に頭を下げて、有田と上司を連れて帰っていく。三人が帰ると、俺は慌ただしく働き始めた。一ヶ月後、俺は有田と有田の上司、それから西川さんを呼び出す。わざわざ来ていただいてすみません。と言うと、西川さんが不思議そうな顔をした。そして俺は、とある人たちを部屋の中へ招き入れる。入ってきたのは、うちのパートさんと、通信販売の会社の営業、近所の販売店のおじさんと若い女性だ。見た目も年齢もバラバラな人たちが入ってきて、西川さんも有田も、有田の上司も何事かと驚いている。そして俺は、ある商品と資料を有田に向かって見せた。これは例の便利グッズの改良品です。改善点は使いやすさ、デザイン、流通ルートでした。パートの主婦たちに実際に使ってもらい感想を聞き、デザインはこちらの女性。デザイナーの卵なのですが、彼女にお願いしました。そして、販売できる実店舗と通販のルートを確保。さらに SNS でも宣伝をしたところ、こちらが現在の売上高です。ここまで売れるとは思っていませんでしたが、今期の見込みは1000万といったところですね。有田はその数字を見て目を丸くする。嘘だろ。西川さんも声には出さないが驚いているようだ。俺は有田に向かって言った。あなたに散々売れないと言われていた商品ですが、父は改善点を見出していました。そして父の言う、人とのつながりで今回の改良品ができたんです。ここにいる皆さんは、父が生前に交渉していた方々です。昔から付き合いがある人、知り合いの知り合いという形で紹介してもらった人と、様々ではありますが、皆さん父に協力してくれました。こんな小さな工場で作った商品が、今こんなに売れているのは、皆さんの協力のおかげですし、皆さんと縁を築いてきた父の努力の結果です。父は俺の知らないところでも交渉していて、父のデスクに書き留めてあったのを俺が引き継いだ。西川さんは俺の言葉に涙を拭うような仕草を見せる。近所の販売店のおじさんは有田に向かって、あんたは葬儀の時に失礼な態度を取ってたやつだろ。純一くんから銀行の担当者だって聞いた時は驚いたよ。うちもお宅の銀行を使っていたが、ついこの間、他のところに乗り換えたからな。という。通信販売の会社の営業も続けて口を開いた。うちもお宅をメインバンクとして使っていましたが、他へ変えることを検討しています。先日、お宅の銀行の担当者にその旨を話したところ、理由を聞かれたので、あなたのことを話しました。私も葬儀に参列していたので、あなたの無礼な行動に頭に来ていたんです。パートさんやデザイナーの女性もうなずく。ちなみに、このパートさんは自他共に認めるおしゃべりだ。葬儀に来てくれていたので、
有田の話は主婦のネットワークで瞬く間に近所に広まった。有田は唇を噛む。最近解約が相次いでいるのはお前のせいか。俺を睨みつけてきたので俺は反論した。俺のせい？違いますよ。あなたのせいです。あなたが父の思いをバカにして、こんな工場早く潰れろと言ってきたからこんなことになったんですよ。自業自得です。きっぱりと言うと、有田は何も言えなくなり、黙って俺を睨みつける。そこへ西川さんが口を開いた。純一くん、本当に申し訳なかった。有田の上司も、有田はすぐに担当を外します。それで今後の担当者の件ですが、というので、俺はにっこりと笑う。はい。できれば一緒に頑張っていける方がいいです。有田さんのようにエリートでなくていいので、どなたかいらっしゃいますか？すると、有田が俺に向かって、ちょっと待ってくれ！担当は変更しないって！と言ってきた。俺は有田に冷たい視線を浴びせる。ああ、今のところって言いましたよね。この結果が出せると思っていたので、あなたと父のどちらが正しいかを最後にあなたに見せつけたかっただけです。だからもう、用済みですよ。そんな横柄な態度でよく関係が継続できると思いますね。うちみたいな小さな工場だし、銀行の方が立場が上だと思ってたんですよね。西川さんはいつも対等に接してくれていましたよ。周りのみんなも俺の言葉にうなずき、有田はうなだれた。有田の上司も深く頭を下げる。西川さんによると、すでに有田は今回の件がきっかけで、いくつか担当を外されているらしい。いずれも父の葬儀に来てくれた人の会社だそうだ。自業自得とはこのことだろう。その後、有田は次々と担当を外され、ボーナスはカット。数ヶ月後には他の支店に左遷になったと西川さんから聞いた。移動先は田舎だし、人とのつながりが今より大切だ。有田も少しは変わればいいが、どうもうまくいかずに、周りから冷たい目で見られているらしい。という西川さん。有田の後任には新人ながらやる気のある人が担当になってくれて、新しい縁を築いている。うちの工場は例の便利グッズが大ヒット。一時は傾きかけていた経営もすっかり持ち直し、従業員を増やすほどになった。これもすべて父の功績だ。俺は父の思いを継いで、これからも人とのつながりを大切にしていきたいと思う。なあ、もう少しちゃんと家事できない？仕事から帰ると、待っていたのは不機嫌な夫だった。ごめん、最近忙しくてさ。もう少ししたら落ち着くから、我慢してよ。このところ残業続きで、帰ってから家事をしている余裕がほとんどない。かろうじて洗濯はほぼ毎日しているけど、遅い時間に掃除機はかけられないから、平日は朝、リビングにさっと掃除機をかけるだけ。料理も作り置きか、惣菜を買ってくるくらいで、自分でも家事ができているなんて口が裂けても言えない状態だ。私の名前は南、29歳の会社員だ。夫の拓磨とは中学の同級生で、3年ほど前にたまたまカフェで遭遇して連絡先を交換した。その日私は一人で映画を見に行っていて、この辺りは田舎だから、大きな映画館というとほとんどみんなそこに行く。その帰りに映画館の入っているショッピングモールのカフェで、たくまが隣の席に座り、しばらくして同級生だと気づいた。漫画みたいな再会の仕方に運命なのかと思ったほどだ。その場で連絡先を交換したものの、あまり連絡はしなかったが、しばらくして同窓会があり、私もたくまも出席。なぜか周りに囃し立てられて交際が始まる。昔は仲が良かったし、相変わらず馬があって、付き合って1年後にプロポーズされた。
田舎だからか結婚する年齢が低く、20代後半になると焦りが出てきていたので、プロポーズはすぐに受け入れた。もちろん拓馬のことは好きだったけど、今思えばもっと深く知ってからでもよかったかもしれない。ずっと実家暮らしの拓馬は全くと言っていいほど家事ができない。私は一人暮らしもしていたし、自分のやり方があったので、変に手伝われるよりは自分でやってしまう方が良かった。拓馬にはゴミ捨てとお風呂掃除だけ担当してもらい、それ以外の家事は基本的に私が担っている。だけど、一ヶ月前から仕事が繁忙期に入り、残業が続くようになった。この間、育休に入った同僚もいて、いつもの繁忙期よりも仕事が多い。おかげで家事に割く時間は減り、拓馬はそれが不満なようだ。そしてついに、拓馬の不満が爆発した。疲れて帰ってきた私に向かって、みなみ、いい加減にしてくれよ。この服明日着ていくんだけど、洗濯してないじゃないか。洗濯機に突っ込んで干すだけだろ。どうしてできないんだよ。と言ってきた。昨日は帰ってきた時間が遅すぎて、洗濯もできていない。朝も時間がなくて、今日帰ったらやろうと思っていた。しかもまた弁当？今日も遅くなってしまったので、帰りがけに弁当を買って帰ってきたらそう言われてしまう。私は謝ったけど、拓馬の怒りは収まらないようだ。まったく、俺だって疲れて帰ってきてるのに、なんだよこの仕打ち。ため息をつきながら言う拓馬。私はそれを聞いて、一気に頭に血が昇った。は？だったら、少しくらい家事を手伝ってくれてもいいんじゃないの？洗濯なんて、洗濯機に突っ込んで干せばいいんでしょ？そんな簡単なら自分でやったら？ご飯だって、拓馬が買ってきてくれてもいいのよ。養ってもらってるならともかく、生活費は折半だし、あなたができない分の家事をしてあげてるんだから、文句ばかり言わないでよ！思わず言ってしまったが、言い返したことですっきりしている自分もいる。でも、もちろん拓馬はそうじゃない。それが嫁の言うセリフかよ。その言い草にまた頭に来た。どういう意味？私だって専業主婦なら、そのくらいやるけど。でも私が仕事辞めたら、あなたの稼ぎだけで生活するのは大変でしょ？結婚するときに仕事を辞めるつもりがないことも話したし、拓馬だってそうしてほしいって言ったじゃない。それに、忙しいときはお互い協力しようって言ったわよね。すると、拓馬はため息をつく。はあ、これだから南は。そんなに仕事がしたいなら、一人で仕事してれば。やっぱり女は、家のことをきちんとしてくれないとな。彼女はさ、南と違って家事手伝いで、いつ家に遊びに行っても綺麗にしてるし、この間は手作りケーキを出してくれたんだぞ。その瞬間、私は固まった。え、今なんて言った？彼女？誰の話をしてるの？昔の話？それとも浮気してるってこと？私が一瞬でいろいろなことを考えてると、拓馬がにやりと笑う。お前最近老けたよな。彼女はすごい美人なんだよ。おまけに社長令嬢。あっちの親も公認で、俺社長の後継者として転職しないかって言われてるんだ。そして拓馬は、なんと離婚届を出してきた。そういうわけだから、これ書いて出しといて。俺明日にはここ出てくから。そう言われて、驚いて思考が停止してしまっていた私は、ハッとする。ちょっと待って、拓馬、浮気してるってこと？だから私と離婚して、浮気相手と結婚するってこと？拓馬は、馬鹿にしたように笑う。そういうこと。まあ、慰謝料でも何でも払ってやるよ。なんたって俺は、次期社長だからな。は？そんなこと言われて、はいそうですかって離婚すると思うの？私はそう言い返したが、拓馬は余裕の表情だ。じゃあこの生活続ける気？
お前に愛想の尽きた俺と、仕事と家事で疲れてるだけのお前の生活、楽しいと思う。私は思わず口ごもってしまう。確かにそうだ。愛情すらない二人が、この生活をしていくのはストレスでしかない。疲れた頭で、いろいろ考えたけど、もう考えるのも面倒になった。私は淡々と言う。わかった。でも離婚届を出すのは、財産分与とか慰謝料とか、もろもろのことに、私が納得してからにして。今は仕事が忙しすぎるから、しばらく待ってほしい。たくまは呆れたように。はいはい。こんな時にも仕事が優先ってことだな。じゃあこれは置いていくから、役所に出したら連絡しろよ。と言って、リビングを出て寝室に行った。それからしばらくして仕事も落ち着き、私は知人のつてで弁護士を紹介してもらう。離婚に強い弁護士らしく、私の話もよく聞いてくれて、相場よりも高い慰謝料を請求することになった。当然、たくまには値下げ交渉をされると思っていたけど、意外にもその金額で合意したという。次期社長というのも本当なのか。私は少し悔しくなったけど、もう忘れよう。それなりの金額が手に入るなら、一人で旅行にでも行って、リフレッシュしようかな。たくまがマンションを出て半月。仕事も落ち着き、慰謝料交渉も終わった途端、ガランとした部屋の中が妙に寂しく感じた。よし。引っ越そう。このままここにいても、一人で住むには広いし、なんだか虚しくなる。幸い、今は休みがしっかり取れる時期だから、今のうちに引っ越しを済ませてしまおう。私は不動産屋に向かい、会社から近いマンションを契約。一週間後には引っ越しをした。元のマンションは、たくまの名義だったので、引っ越したことをメールで伝える。すると、すぐに電話がかかってきた。俺との思い出が詰まった部屋から引っ越してよかったの？知らない場所で一人じゃ寂しいだろ？俺のこと忘れられてないだろうから、思い出に浸ってればいいのに。どれだけうぬぼれているのか。たくまは私を見下すような声で、そんなことを言ってくる。確かに、突然の出来事で、気持ちの整理をするのが大変だった。でも、半月も経つと、怒りの方が強い。もうたくまへの愛情は、残っていなかった。私がそう伝えても、たくまは隠すなとか、強がるなとか、うぬぼれた発言しかしない。その会話に嫌気がさして、いいから、早く慰謝料支払ってくれる？そしたら離婚届も出せるから。と強い口調で言った。ああ、わかったわかった。今週中には支払うから。離婚届の準備しといてくれよ。彼女の親が一緒に住むのは正式に結婚してからだって言うから。俺今ホテル生活なんだよね。まあ仕事も辞めて、今は充電期間ってやつだけどな。家を出て行ってから、たくまは転職準備のために退職したそうだ。そして、婚姻届を出したら、盛大な結婚式をして、浮気相手の父親の持つマンションで、新婚生活をスタートするという。だから、早く婚姻届を出したいそうだ。もう、両家顔合わせも終わっているというが、なんだか話に違和感がある。たくまの両親はしっかりとした人だし、まだ離婚が成立していないのに、再婚の顔合わせなんてするだろうか。たくまに聞いても濁されたので、真相はわからない。まあ、たくまの両親も、私より社長令嬢との再婚を望んだということかもしれない。義両親とはそれなりに良好な関係を築いていたと思っていたので、これは少し悲しかった。でも、もう関係ないか。私は離婚届を出したら連絡すると言って電話を切った。数日後、慰謝料も支払ってもらったので、私は離婚届を提出。これで
完全にタクマとの縁は切れた。タクマに連絡をすると、浮き足だった声で、わかったと言われた。この間の口ぶりからすると、すぐに再婚するのだろう。その翌日、私は気分転換にショッピングモールへ買い物に出かけた。すると、なんとタクマと遭遇してしまったのだ。私がモール内を歩いていると、前から声をかけられる。みなみ、お前また老けたのか？もうババアだな。その言葉で顔を上げると、タクマだった。この辺りのショッピングモールは、ここが一番大きい。タクマと昔再会した映画館が入っているところだ。私は自分のタイミングの悪さを呪う。タクマは私を馬鹿にしたように笑いながら言った。今日社長令嬢のサラと再婚したんだ。お前と違って美人で最高の嫁だよ。そう言った途端、買い物袋を持った女性がタクマに近づいてきた。これが例の社長令嬢か。確かに美人だ。でも、私はどこか聞き覚えのある名前だと思い、彼女を見ると目が合った。彼女も少し驚いたような顔をする。あれ、もしかして？私が彼女を見ていると、タクマはそれに気づかずに話を続ける。サラの実家はお前も知ってる会社だよ。サラがもう行こうと小声で言っているのも聞かず、タクマはサラの実家のことを教えてくれた。そこの次期社長が俺だぞ。信じられるか？タクマがそう言った瞬間、私は思わず大爆笑してしまう。目が点になるタクマと目を背けるサラ。そう、もう再婚したの？美人のお嫁さんでよかったわね。とても私と同い年には見えないわ。私がそう言うと、タクマは戸惑いの表情になる。それもそうだ。聞いてもいない再婚相手の年齢を私が言ったのだから。私は笑いながら続けた。ご愁傷様です。そして、タクマに背を向けて歩き出した。しかし、タクマはサラが制止するのを聞かずに、私を追ってくる。ミナミ、どういうことだ？サラのこと知ってるのか？私は、自分の出身高校を告げた。私たち、同級生よ。まあ、顔だけ見たらわからなかったでしょうけど。タクマは驚いている。美人な嫁でよかったわね。でも、お金かけて整形したんだから、美人じゃなきゃ困るわよね。実は、サラとは高校の同級生。顔を見ただけではわからなかったが、タクマがサラの実家の話をして一致した。昔から私は、お金持ちを鼻にかけるサラのことが嫌いだった。私は、当時運動部でそれなりの成績を収めていたので目立っていたが、サラはそれが気に入らなかったようだ。何かと私に突っかかってきたし、女のくせに運動部で色気がないとか散々言われた。サラはそんな調子で他の人も見下していたので、サラのことを嫌っている同級生は多くて、少し前に同窓会があった時に、その日来ていなかったサラの話題になり、顔にコンプレックスがあったサラは整形をして合コンに行きまくっているらしいと聞いた。タクマが前に私の卒業アルバムを見てブスだなーって言ってた子覚えてる？私はその時に彼女は社長令嬢だと話した覚えがある。タクマは思い出したのか青ざめていく。どんなに金持ちでもこの顔は嫌だなぁなんて言ってたわよね。タクマもその話を思い出したらしく、今度は顔を真っ赤にしてサラを怒鳴る。お前、俺を騙してたのか？口論を始めるタクマとサラ。それを聞いていると、
どうやら合コンで出会ったようで、サラがタクマにベタ惚れだったらしい。サラは、騙してないわよ！聞かれなかったから言わなかっただけ！と、とんでもない開き直り方をして、タクマがまた怒り出す。でも、それを遮ったのはサラだ。同棲してる彼女がしつこくてまだ別れられないっていうのを、こっちはずっと待ってたのよ。しかもパパの会社で働くことが決まってるんだし、高級マンションにだって住めるんだからそのくらいいいじゃない。同棲してる彼女がミナミだったなんて最悪。世間って狭いわね。私はその言葉に違和感を覚えた。もしかしてタクマがバツイチなのを知らないの？そう言うとタクマは青い顔をして慌てて私を止めたが、私はタクマと結婚していたこと、昨日離婚届を出したことをバラすと、サラは呆然とした。私は続ける。実は昨日、タクマのお母さんに電話したのよ。離婚したから挨拶しようと思って。そしたら、再婚の話なんて聞いていないし、結婚の顔合わせもしていないって言ってたのよね。私も浮気の慰謝料を請求するとき、慰謝料を渋るようなら、浮気相手を特定してそっちにも慰謝料請求しようと思った。でも、タクマが相場より高い金額で合意したから、相手のことはどうでもよくなって調べなかったの。それがまさか、結婚してることを隠してたなんてね。それって結婚詐欺じゃない。二人は青ざめたり怒ったりした後、喧嘩を始めたので、私はその場を後にする。後日、同級生を通じてサラから連絡があった。今回の件は誰にも言わないでほしいと言われ、迷惑料と称してお金が支払われた。要は口止め料なのだろう。まあ、元から誰かに話すつもりなんてないし、迷惑料をもらったのは儲け者だ。その時にサラは私に愚痴ってきた。タクマが顔合わせの時に連れてきたのは、実の両親ではなく、家族代行サービスを利用していたという。そんなサービスがあることにも驚いたが、そんなことをしてまでサラと結婚したかったのか、それとも次期社長の座が欲しかったのか。サラはタクマのことが好きだったけど、タクマはサラの容姿と地位に惹かれていただけで、好きだったのかというのは疑問が残る。あれから結婚生活をスタートしたものの、サラは家事手伝いなんて名ばかりで、家事は全くできず、騙されたとまたタクマが激怒。結婚前に、サラの家が綺麗とか、手作りケーキが出てきたというのは、どうやらサラの家の家政婦がやっていただけのことらしい。結局、タクマとサラはすぐに離婚して、タクマは結婚詐欺で訴えられたという。口止め料を払ってきた割には、誰にも愚痴れなかったのか、サラはペラペラとよく喋る。特に、サラの父親が激怒していて、タクマはこの辺りで生活していくのは難しいんじゃないかという。一ヶ月後、突然タクマから電話があった。タクマは、サラと結婚して次期社長になれば大金が入るだろうと考え、私に慰謝料としてほとんどの貯金を使ってしまったので、貯金はすっからかん。今は町を出て安アパートで暮らしながら昼夜問わず働いていて、もう限界だから慰謝料を返してほしいと言ってきた。私はその身勝手な言い分に。は？冗談じゃない！あんたを助ける気なんてみじんもない！二度と連絡してこないで！と告げて、電話を切った。それから、私は充電期間として、溜まっていた有給を使い、一人で旅行に行き、新しい刺激を受ける。素敵な出会いもあり、これからの生活も楽しくなりそうだ。